さあやっていこうか。誰が殺したか黒瓶ってやってるじゃね。あ、変なおじさんたら、変なおじさんかな。まあいいや、やっていきます。パート2やるつもりはなかったが、しかしちょっとモヤモヤしたところがちょっとわかったよ。あのね、一つ、そしてセーブしなかった、あの終わりを押した途端ね、初めのスタート画面に戻されたことに少し驚愕した。そしてもう急いでパート 1面クリアしてきた。ダッシュでね、あの赤い金色のカード取るとね、あれがボーナスステージに続くカードってことが分かった。分かったかな。しかしこの世界、この世界観、とっさの判断で赤と青を間違えるともう厳しい。間違え続けてるけどな。これは危険なゲームだ。あまりやりすぎると頭がおかしくなってしまうかもしれない。その程度には危険なゲームだということを覚悟してほしい。こちらも命を削ってやっているこのスーパーマグネチックニューニューというゲームをね、これ以上やったらドクターストップがかかるかもしれないという、そういう瀬戸際でゲームをして頭おかしくなる、頭おかしくなりそうだ。とにかくね、作りが荒くないのか。もうそれ、それで終わりっていうような、その、なんだろう、非常にあっさりしてる。鈴木の刺身ぐらい、鈴木のムニエルぐらいです、あっさりしてる。右下に時間出てるじゃん、これ、時間。これも別に、だから何っていう話なんだよね、多分。タイムアタックをするわけでもなし。やりたい人はやればいいよっていう。ここでね、こういう場面一つ一つで、雑に言ったら逆に時間がかかる。一つ一つ丁寧にやるというね、ゲームにあるまじき。一つ一つ丁寧にクリアしていく。そしてコインには目もくれてはいけない。コインにはあまり目をくれてはいけない。あの要素はあまり。敵も別に倒さなくてもいい。倒せる敵だけ倒せばいい。そして小さな段差を見逃さない。これが大事。小さなギミックにも気を配る。これも大事。雑にいかない。走るコマンドあるけど、こんなん使ったらもういかんね。これ取る意味があまりよくない。多分1アップなんだと思うけど、1アップをさせるぐらいだったら、これを押すのは青のボタン。うん、間違いではなかった。これも多分勢いで飛ぶのもありなんだな。それはしない。それはできない。怖い。怖さっていうのは人をね、人を勇気づけることもある。前の怖さが前の一歩になることもある。悲しいことだな。臆病であれ、このスーパーマグネチックニューニューをするにあたっては大胆さは必要だ。臆病でいこう。こういうところもポンポンポンといけると思ったのは間違いない。ポンポンと言ったけどな。これは何が転がってきてるのかな。一見するとオウム貝の殻のようなものが。慎重にな、あくまでも慎重に、慎重になと言った矢先にこれです。コインに目を取られた。敵は倒す必要はない。慎重にと言ったはずだ。慎重にと心を無にしてね、心を無にして。焦りがな、やはり焦りが出てくるな。あまりうまくいってないとこう焦りみたいなものが見える。自分の中にこう焦りがそれにしてやられてるね。ちょっと危ねえ危ねえ危ねえ
危ない危ない、だめ、心無に平常心でいこう、平常心で。よし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 、よく見ると心ね、心のところにこのアンモナイトがこのオウムガイの落ちた跡がこうちゃんとこう残ってるからね。だからそれはそこにとどまらないようにしつつ、この実は右側も落ちたら死ぬっていうところも意識して、ちゃんとこう観察を怠らないこと、この 3D のマップをね、どういうギミックがあるのか、だいたい観察を怠らないようにしないと。別に今のはね、向こうの崖が見えてなかったわけじゃないんだよ、滑るんだよ結構、割と滑るというか、なんつったらいいんだろうな、滑るじゃなくてなんかこう押すまでのラグがちょっとある、あるような気がする。本当はないんかもしれない。このコイン取らん方がいいんだよな多分な、これに気を取られてしまう、これな。ダッシュジャンプをした方がいいのかなと一瞬思うけど、多分違うの。ダッシュジャンプしたら遠くに行けるのかもしれん。こんなの怖っ。赤のボタンの時に青のボタン、赤のが切る時に青のボタンを押す。つまり S 曲を押す。一応取ってみるか。欲が出たね。欲がね。欲と、雑味が出たね。今のはセーブポイント先に通過しておけばよかったんであって。今何機なの ?1 機しかないな。ビンコメダルってのも。まあ、1機ある。やると思ってやる。慎重にね、慎重に慎重に登って、早く登って、早く。このゲームを愛せる自信がない。いかにドリームキャストのゲームとはいえ、ドリームキャストのゲームを全て愛したいと思っている俺であっても、このスーパーマグネチックニューニューを愛せる自信はなかなかどうからも湧いてこない。怖えよ怖えよ、こういうさ、こういう隙間でも下手したら落ちたら死ぬんだろきっとな。こんなところですら試してみるぞ。死なんのかい。死にませんでした。疑心暗鬼になりすぎた。それは疑心暗鬼は良くない。敵を作るだけ。スーパーマグネチックニューニューすらも敵にしてしまう。スーパーマグネチックニューニューの敵になってはいけないの。私はスーパーマジングネチックニューニューの敵はではありませんという顔をしてやらなければいけない。ここだ。違う、遠心力でちょっとだけね、ちょっとだけ向こうに流されちゃう、ね、飛んじゃう。こんなのもう、こんなのもう頭おかしくなるよ。ここだ。合ってた、合ってたよ。よしよし、あくまでもこれね、これなんて簡単そうに見えるでしょ。簡単そうに、ここ行くだけなんだよ。簡単そうに見えて落ちたらもう死ぬんだからね。スーパーマリオブラザーズじゃないけど、それよりもこの 3D の操作はちょっとこう厄介だぞ、はっきり言って、まあ、マリオ64とかもこんな感じだとは思うが、ね、やったことはないかな。マリオ、ニンテンドーに魂を売り渡した人間だな。ちょ、壊した。魂売り渡した人間ではないので、何でもかんでも任天堂であれば良いというようなことは俺は言わないよ。よくわからんな今の説明。セガの方が優れているということを常に訴えていきたい。よーし、クリアだ。8分28秒動画を始めて9分36秒だった。よーし、ここまでにしておこう。パート2でした。1個クリアしたらもういいでしょ。1個クリアしたらそれをパートにしましょうや。ね。あー、もう1個まだこれパート切れ目じゃなかった。赤ボタンを押す。違う。青ボタンでくっつくだろ。
54分、時間が迫ってるから。大体わかるから。青でくっつく。赤。これだ。よし。なんてことはねえな。と言いたいところだが、さっきやってた。これはこのミニゲームはさっきやった。そしてクリアできた。一回やったことはできますわ。人間ですからね。よし、ここまでだ。ここまでパート2とします。ここまではパート2とします。ではパート3あったらやっていきます。やったらあげます。やったらね。